じゃあ今日もやっていくべーよ。でも移動とか道具の整理済ませてるんで、ちょガルラバさんってことだけ見るか。なんもいねえな。闇闇って仲間になってたっけ。あれパンプジーもまだじゃない。復活の歌ね、悪くないね。つながりオープンも確か更新なかったような気がしないでもない。あれそんなこともないかも。あ、更新はないね。よし、じゃあ行くか。この街ってどこだろう。ノイタウンだよね、ここ。あれノイタウンだよね。ノイタウンってなんかあったっけ。とりあえずセーブだけしとこう。ちょっとここで記録して冒険を続けると。そういえばゼニガメってドロップ覚えないのかな。つかレベルがさ、こいつ上がってんじゃん、ゼニガメ。ちょっと多分だけど、知らぬ間に。もしかしたらなんか技覚えてないんだけど思い出せるとかないか、ふと思ったんだけど。つまり、ね、ガルドアバさんからね、おばひもらったんですよね、技マシンの。ほうとかに覚えさせてもいいかもしんない。あ、ドロップやっぱ覚えれ、ね、何これ、勘が当たったわ、珍しく。多分あれ、知らぬ間にこれ覚えたんだね、レベルが。ゼリガメ冒険連れてってない時もあるからさ、その時にレベルが上がった分覚えたんだな。ドロップ命中ちょっと不安だけど、覚えさせてもいいと思うんだよね。さすがにさ、もう泡とかいらなくないか。PP がいいんだよな、泡は。レイビーがいらんかな。吹雪で十分だよね、でも。でもレイビーはレイビーで結構パワーあるな、こう見ると。泡にするか。魔災力上がってるとはいえ。でも魔災力結構上がってね、これ。まあでも、泡でいいかな。冷凍ビームはでも吹雪だけで十分な気もしてきた。なんかでもいい、泡でいい、泡とか打つぐらいだったらドロップ持ってくれって話だもんな。そうだからいいや、これで。いや、なんかレイビーがいらんような気もしたけど、やっぱ水技2個、レイビー2個っていうのがなんかいいよね。バランス的にはって技範囲狭すぎますけどみたいなところあるけど、何にしてもゼニガメもこれでだいぶ強くなったな。ニカメはね、レベルも結構高くなってきたし、普通にボス戦とかも連れてっていいかもしれないな。今までゼニガメはボス戦省いてきたけど、つってもこいつが活躍できそうなボス戦ってもうない、もしかして。だってさ、鳳凰もエンテも仲間にしちゃったしな。これなんかあんの、何も書いてないけど。孤高の島、これもしかしてさ、ミュウツーもさ、あれか。行ってすぐバトルするあれか。なんか回数書いてないじゃん。行こうかな、ミュウツー。ちょっと待って、いるか、メンツへ。ミュウツーなんか回数書いてない。ホウもさ、回数書いてなくて1回で勝負だったじゃん。もしかしてミュウツーもそうなんじゃねえの。いるかな、おなじみのメンツへ。バンギはね、ちょっと怖いんだよね。まあ、いいんだけど、サザンドで、気合玉とかをさ、とか、気合玉覚えたっけ、まあ、波動弾とか覚えるじゃないですか。だからちょっとね、怖いんだよ。チート、サザンドラとかでもいいかも。あ、ちょっと、また後でやる。ちょっと席を外して戻ってきました。で、サザンルギアでいいかな。バンギー行こうと思ったけど、近づくまで結構タイムロスあるから、まあ、連携使えよって話だけどね。連携使うこと考えたらバンギーの方がいいか、でも。でも近づきたくない気もするんだよな。いや、これで行こう。伝説は伝説で対抗する。炎のリングで持たせる意味はあんまないね。まあでもいいか。そうだな、炎のリングで考えたらバンギーにしよう、やっぱり。あれ、バンギーいなかったんだっけ。バンギー確か休みだった。だからこれでいこう。で、リングルを変えよう。待てよ、サザンを光のリングルに変えて、ルギアを嵐のリングルに変えると。いいかな。じゃあここで行ってみるか。そう、ミュウツーなんかなんとなくいきなりバトルな気もするけどさ、これ普通にダンジョンだったらやばいからね。だから、まあ、ある程度道中も攻略しやすい。あ、バンギーいるじゃん。あ、じゃあやっぱバンギーにするわ。すまん、変わりすぎてすまん。メンバー編成、バンギーいないかと思ってた。さっきなんかバンギーなかった気がしたんだけど、まあいいや。バンギーすげえお世話になってるな。さすがバンギラスだぜ。
マジでお世話になってる、バンギリは。これで OK。 で、道具をこいつを嵐のリングルに変えて、バンギは炎のリングルと。これでいいね。さあ行くぜ。いきなりバトルな気がしてるんだけど、どうだ。あ、やっぱそうだ、いきなりバトルだ。ほうにはギリギリ勝てたけど、ミュウツーはほう以上と考えてもいいんじゃないか。まあでも枠としては同じだから。さあ対戦よろしくお願いします。で、連携使おう。あれだってやんだっけ、連携。あ、これだ。あれ近づいてないからな。バリア連携使ってみるか。さあ行け、10万ボルト。はやっぱ波動弾持ってる、やっぱ持ってんじゃんお前。でもエスパーだってなんか結構遠距離技が多かった気がするから、これちょっと避けよう。悪牌いいね。でいいね。であれ、こいつなんかスイパンチしてきたぞ。もう終わったか。あ、枝振るの忘れてた。グダグダ。ちょっと待って、枝振るの忘れてた。なんかこいつ普通にパンチしてくんだけど、何も PP なく、この間の方もあったけどさ、何なのこいつら。なんか縛りプレイでもしてんのか。怠けさせよう。でグラチューは多分エスパーだって確か隣接攻撃 ばっかって気がするから、この位置から砲で撃つのが一番いいと思うんだよね。何やってんのこいつ。悪の波動いいね。あ、ミュウツー楽勝っぽい、これなんか、なんか楽勝っぽい。放電めっちゃ入るし、しかもマヒッター最高。あれもう治ったのか、早いな。これなんか楽勝ムードじゃないか。全然負ける気しないんだけど、正直。なんか砲よりだいぶ弱くないか。自己再生、え、何、921回復。ふざけんなお前。やっていいことと悪いことなんだろう。濡らしてみる。もうすぐ解除されるんだよな、ほらな。でもさ、900何回復されるのはまずいんだけど。バンギー、まあ、一発ぐらい死ぬのは考えてる。中復活でぶちかませ、放電。再生はでもやばいな。900いくつ回復ってさ、頭おかしいよな、どう考えても。こんだけ頑張ったらダメージが。俺またバグっとけ。オッケーオッケー。まあこれもすぐ治っちゃうんだけどね。自己再生ってさ、あれか、あれ分かんないか。あ、いや分かるな。普通の HP が1800ぐらいってこと、要は。分からんけど、仲間になってもさ、その HP 維持してくんねえか、ミュウツー。いいね、ひるみ硬いな。なんかパワーはそれほどじゃないけど。あ、ピピゼロになった。待って、お前それはちょっとまずいでしょ。マックス伸ばしちゃおう、サザンドラ。噛み砕くより多分一番打ってもらうからな。噛み砕くのちょっとないけど、困るわ。やっぱこいつたまに普通のパンチしてくるな。ちょっと待って、ひるませてくれ、この回復させる間。でもミュウツー弱い、なんか波動弾は確かにうざいけど、それだけだよねこいつ、いいところ。てかあれか、 S 技打てないのか。多分残りの技がさ、最近のとこだけど、隣にいるポケモンがサザンとバンギだから打てないってことじゃない。まあ、波動弾あるのは考えてたんだけど、うわこれさ、マジでやめろ、921回復って。これ、やばいな。これ、消耗戦で負けるかも。ねえ、そうだよね。いや、これ、ダメ、あ、なんだろう。正直さ、実力では負けてるとは思わないんだけど、再生がうざすぎる。まあ、負けたらそれはそれで、お前さ、それ、やりすぎじゃねえ、さすがに。え、無理じゃん、これ、突破すんの。アイテムが足んねえよ。でもこれ以上軽く上げらんないしな、こっち側は。そしてピピなくなったし、近づいて10万の方がいいかも。こうなってしまったら OK、 抜群、ひるませろ。このまま一気に押し切るぞ、みんな。連携さ、お前変えたいわ、バンギの技。この場で変えたらターン消費とかしちゃう？大丈夫か？
バンギはさ、ウルガチは10万でよくて、サザンは悪の鳩に変えよう。で、これ最初変えなかったんだろうね。これ神砕け。連携するか。はい。10万ボルト。これ連携連打したらどうなるの？連携って連打できるの？できるな。防御下がった。これが続いていけば防御ぐんと上がった。連携しまくって、連携しまくってどうなのこれ。本当に次気になってきた。お腹が減りやすいとは言っても、おパワーアップしたか。いいね。ふざけんなよお前、どんだけ回復すんだ。おかしいだろどう考えても。もう一緒連携してよ。はい、どんどん連携するぜ。あ、バンギラス死んでしまうとは情けない。動画いっぱい持ってきたからつってもな、これは正直あんま想定してなかった。もう死ねよさすがに。普通にパンチしてきたな。またもう遅いぜ。ミュークセ、俺たちのこの絆の力の前で。なんだこいつ、ただのパンチ舐めてんのがマジで。あれ技が出せない。ちょっと待ってよ。あ、そういう感じ。ちょっと待って、このターンちょっとしのいでくれ。みんな行くぜ、連携再生すんなよお前。あ、待って、お前らピピなくなりすぎじゃないか。え、バンギ死んでから復活のターンで復活させる。ちょ、ここは切りませろ。そう、切り身でいこう。うぜえ、マジでうぜえこいつ。自己再生がうざすぎるぞこれ。なんか技をさ、縛るやつ使わなきゃいけないんじゃないの、もしかして。そんなんあったっけ。縛りの枝はまた違うしな。なんかあった気がする、金縛りの枝みたいなやつ。でもやるだけ やるしかないな。これ一生終わんないんじゃないか。 B 下がってもバリア扱ってくるからな。なんなんだ一体こいつは。もう一生連携してよ。波動弾打ってくれ好きに。ほら、なんとか押し聞いてよ。もうお前さ、なんなのこいつマジで。回復しすぎだろどう考えても。だから一旦当たるダメージがさ、まあ全員100ダメージでも取らないけど、あ、もうこれは死んでもいいや。まあ、大体250とかだと考えて、まあ、300取ったとしてもさ、3ターン分のさね、えピラチュー使って、いや使う、まあ、殴れよお前。いや使ってもらおう。やっぱり1ターンでさ3ターン分の攻撃しのがれたら、3ターンどころじゃない、もう4ターン5ターン分の攻撃しのがれたらさ、もうやっていけないんですよこっちは。なんなんだお前ってマジで。ずっとパンチしてるよマジで。死んでくれや。10万ボルト頼む。倒してないな。なんか一瞬倒したみたいな雰囲気なのやめてくれないか。期待しちゃうから。ほら再生すんなよお前。一生バリアしてろマジで。一生バリアしててくれ。よっしゃ、これで PP がなくなる。お前マジでやめてくれよ。一緒猫騙してよ。もうこっちは逆にいいかもしれん。ひるみが狙えるって点でね、いいかもしれん。竜の肌、あってお前ら全くないの。グラチューはね、これあえて死のうと思ってんだけど、サザンはなかなか死ななそうだし、使っちゃうか。グラチューは死んで PP 回復させようっていうのと、こいつもひるませなきゃ勝てなそうだからっていうので猫騙しを打ってんだけど、じゃあ本当それがいないと勝てなくないか。これ AI がさ、自己再生を押そうと思ったタイミングでひるませるみたいな。サイコブレイク、あ、いいや。そんなまつはミュウツー仲間にしてえな、こいつ意地でも。これで PP マックスへ行くぜみんな。さあ連携タイム、はい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 。さあもう一発。お、ここでお前さあ PP なくなれよそろそろ。だそろそろなくなるんじゃないかお前さすがに。実は最後ブレイブ、よーし、バンギーかばって、よくかばった。これが本物の連携プレイだぜ。波動弾、え、急
急所ってお前、もう俺もうこれ放たくない。もう連携、もう連携連打しかない。初めはさあもう一発再生すんなよ。バリアオッケーオッケーオッケー、再生すんな。お前もう再生 PP なくなったろ。さすがに絶対なくなってないと思うけど、再生すんなよ。え、これ積んでないか。こいつさ、再生が追いつかないレベルでダメージ与えるって無理じゃね、今の実力だと。金縛りの歌みたいなのもあるか探してくるか。再生を使えなくさせればいいんだよ。それがなんかプレッシャーの枝みたいなやつで、あいつそもそも PP 怪しいんじゃないのかな。あれサザンドラ今移動したの。ちょっとこいつなんで移動したんだ今サザンドラ。なんだ今のその謎の動きは何なんだ。全然当たんないし、あ待って、 PP なくなってんじゃん君たち。でもさ PP 配布もないんですよ。ないんですわ。復活の種があるぐらい。まだご了承みんな。当たれよ、いや当たれよ、倒せ、死にま、死にませろ。サイコブレイク、これは最悪いいや。いやもういい、回復で、回復なんかしなくていい。殴れみんな、殴れ。よし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 、倒すぞみんな。死にませろ。これも PP ゼロになったで、ゼロ PP マジできつい。あ無理だこれ、無理だ。 PP が足んねえわこれ。いややるだけやるか。いやもうなくなったかもしれないし PP、 やるだけやろうみんな。最高ブレイク、まあまあまあしゃあない。ちょこれ無理くせえな。えどうしたらいいんだろうこれ。でもさバンギとサザン以上に火力出せないしな。ねえルギアはでも、え、なんかこいつパンチしかしてなくない？お前ずっとパンチするパターンかこれ。もしかしてずっとパンチタイムに入ったらいけるぞ。波動弾か。皆復活玉が確かあった気がするんだよな。あねえわ。再生の PP が消えたことを祈りつつ、ただのパンチをするマシンになり下がってくれ身内。全然当てないなお前。もうやる気なくなってきたわ。天気が晴れになった。でもサザンとバンギー超える火力ってギラティナ、いやじゃああいつなんだっけ、ギラティナか、ギラティナを連れてくるぐらいしかなくないか。ギラティナですらギラティナってなんかパワーがめっちゃ高かったイメージもないな。耐久がすごいんじゃなかったっけ。あいつって言っても伝説だから高いか普通に。みんなもう諦めようこれは。バンギラス一生ひるませるか。はい、対戦ありがとうございました。いやこれちょっと厳しいな。こういう積み方をするとは思わなかった。ああえ今回の動画クソつまんねえじゃんこれ。ああこういう積み方すると思わんかったな。もうちょっと全体のパワーを底上げするか。なんか枝あったっけ、枝さっさと諦めればよかった。時間の無駄だったし、まあ、時間の無駄なのは分かったけど、なんか PP 消えたんじゃないかみたいな淡い期待があったわ。なんかなかったっけ。この辺ちょっと効かないんだよね、 HP1 にするみたいなやつは。これは効かない。あでもなんかないっぽいな。鈍足の枝とか使った方がいいのかな。前は使ってたよね。いや何にしても多分厳しいわこれ。なんか技マシンめっちゃ増えてんじゃん。悔しいけどちょっと実力上げなきゃいけないかな。ねえ、いや今のメンツで無理だったら無理だよな。ルギアは砲の技があんま効かないってのあるかもしれない。あの波動弾が4分の1だし、エスパー技も、まあ、4分の1のダメージだけど、ただこっちからのパワーが結局足んないと自己再生で粘られちゃうから
結局のところ火力が必要なんだよね。だから厳しいっすね、正直。厳しいってレベルじゃなくね。なんか今までで一番絶望感あったな。ちょっと今回クソつまんなくて申し訳ないですけど、まあ、1戦目のミュウツー戦は敗北ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。